瀬こんばんは。はい、こんばんは。それでは早速本日のゲストをご紹介します。テラ株式会社代表取締役社長の矢崎雄一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、最近、うん、矢崎さんはね、もともとお医者さんなんだけど、うん、まあ、バイオベンチャーを作ってね、うん、最近飲み仲間なんで来てもらったんですけどね、はい、仲間、よろしくお願いします、まあ、この番組そういう人が多いけどねとはいえ、はい、もうね、テラさん、うん、上場もしてる会社で、はい、立派なバイオベンチャーなんですよ。で、何やってるかからまず、うん、矢崎さんにちょっと紹介してもらおうかなと思って。わ、はい、かりました。当社はですね、がんのワクチンの開発を 行ってます、はい。で、がんのワクチンの中でも、樹状細胞という、まあ、免疫の細胞を使って、それをがんに対する免疫反応を活性化させて、それを体に戻す、まあ、そんなような治療の開発を行っています。はい、IPA とはまた違う。 IPS ね。 IPS あ、 IPS IPS とは違うんです。IPS でもこういった治療技術は今後多分、はい、発展、していくと思いますけど、うん、今は患者さんの血液からこの樹状細胞を取って、うん、がんに対する免疫反応を起こさせて戻す、うん、まあ、そんな治療の開発をしています。うん、そう、結構ね、でもやっぱがんになること多いからね、よく相談を受けるんですよ。あ、そうですか。で、僕は循環器の医者なんであんまりがんよく知らなくて、はい、宮崎さんもともとがんのお医者さんでしょ。そうですね、私はもともと消化器外科、うん、お腹の外科ですね、うん、はい。そうで、どういうがんにね、この樹状細胞のワクチンが効くのかとかね、はい、そういうのよく聞かれるんですけど、はい、何のがんが一番いいんですか。ですね、何でもいけるの。この樹状細胞ワクチン療法はもともとその東大の医科学研究所の技術が元になってるんですけども、うん、実は阪大の技術もそこに導入させてもらってます。WT1 ペプチドっていう特許技術なんです。杉山先生の、はいはい。で、技術はですね、基本的にどのがんの種類にも、適用できるっていう、そういったような強みがありますけれども、うんうん、特にその当社の提携する医療機関では、膵臓がんと肺がんに対して、いいデータが出てます。はい、膵臓がんって一番難しい。そうそうそう、そうですね、はい。これやり方をね、僕もよく分かってないんですけど、はい、教えてほしいの。どういう形でやるんですか。はい、まず、アフェレーシスっていう成分採血、うん、特殊な採血をするんですね、はい。まあ、言葉はちょっと難しいんですけれども、はい、2時間ぐらいかけて末梢血から血液を取ってきて、そこで、単球という免疫の赤ちゃんのような細胞があるんですけど、それを取ってきて、で、いろんな薬を振りかけて、樹状細胞へと作っていくと。で、最後に、WT1 ペプチドっていう、まあ、がんに関する物質を加えて完成なんですけれども、だいたい1セット7回の投与で2週間に1回、皮内注射をするっていう、非常に、まあ、シンプル。はい、皮内注射ですね。はい、そうなんだ。たくさん血液取らなきゃいけないんですか。うん、たくさんですね。2時間ぐらいかけて採血しますから。血が少ない人は結構つらい。そうですね、まあ、普通の人であったら大丈夫なんですけれども、やっぱりがんが進んでしまうと、難しい場合があるみたいですね。はい。これ抗がん剤とかをしながらでもいいですか。はい、それとも抗がん剤やっぱりできもう効かないんで、最後の方がどちらかというとされる治療。はい、今現在ですと、うん、一緒にやるケースもありますし、うん、なかなか標準的な抗がん剤治療がダメになった患者さんに対して行われる場合、うんうん、まあ、この2パターンはやっぱありますね。うん、はい、ただデータを今解析してるんですけれども、うんうん、抗がん剤とやっぱり一緒にやった方が、うん、いいデータがあって。あ、そうなんですか。はい、逆かと思ってた。はい、昔は、はい、ね、免疫治療なんで、そう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 、抗がん剤って免疫下げてしまうから、うんうん、あんまり良くないというふうに言われてたんですけど、うん、免疫細胞も死んじゃうからね、良くないと思っちゃうんです。はい、そうじゃないんですね。はい、今は違います。へえ、はい。海外とかでもそれってやってるんですか。今世界で研究開発はされてます。はいはい、で、ようやくそのアメリカ、うん、そして、欧州では前立腺、うんに、がんに対する、この治療が、承認されています。はい、大腸がんとかもまだまだこれからですね。はい、これまだあれなんですよね、保険の適用じゃなくて自費で受けるんでしたよね。そうですね、当社現在30カ所提携する医療機関がございまして、まあ、大学から、クリニックレベルまで全国に、北は北海道、南は、鹿児島まであります。で、
大学については先進医療ってご存知でしょうか。先進医療特約っていうのがありますけども、そういったものに認められている、おりますんで、民間の保険は使えるようなところはございますね。関西地区でもあります？そうですね、神戸と、京都、で最近大阪もですね、提携先が今、増えましたので、徐々に治療できるようになってきてますね。いや結構やっぱりね、もう抗がん剤効かなくなってね、どうしたらいいのかって相談やっぱ多いんで、費用って聞いても大丈夫なんですか？ああ、大丈夫ですよ。医療機関によってもちょっと違うんですけれども、大体7回のセット、7回ワンクール、ワンセットで、150万から200万ぐらい自費診療になりますので、それぐらいかかってしまいますね。ただ最近新しい医薬品って もう高額化してますよね。はい、そういう意味じゃもうそんなに高いという印象ないですよね。はい、これね、よく本当にご相談を受けるんですけど、受けたいんだけれども、どこへ申し込んだらいいのかとかね、そのクリニックをどこで調べたらいいのかとか、はいはい、で僕らもちょっとよく分からないと困るんですけど、それは何か方法あるんですか？テラさんのホームページを見ればいいんですか？ホームページ見れば分かります。はい、でそこから申し込んでもいいんですか？当社に直接ご連絡いただいても、医療機関を紹介することも多分、できますので、それが一番分かりやすいかもしれないですね。はい、そこで提携の医療機関を書いてあるんですかね。そうですね、結構そのこういった免疫の治療って結構増えてきてますので、いろんな方法があるでしょ。あるんですよ。よく分からないってことは、おっしゃるとおりですね。僕らみたいな専門でもね、ちょっとがんの方がその専門じゃなかったら分からないとかあるんでしょ。ですから本当にその先進医療に認められている治療方法だとか、あとはいろんな、学術論文が発表されているような治療っていうのがやっぱり本当はいいんですけれども、そういったものを、一般の人が探すのって難しいんですよね。はい、だからちょっとね、ある程度確実に効果があると認められているやつから、本当にこうね、大丈夫かなっていうところまで結構出てますよね。幅広いんですよ。ですからそこら辺は、国もどういった形で認めていくだとか、そういったような動きにはなってくると思いますね。当社も将来的にはきちんと保険に認められる医療へ持っていく準備を今しております。テラさんとか東大の医科研から出た技術だし、阪大とかいろんなところと協力されてますね。そうですね。社名の由来ってこれ何なんですかって、いい名前だなと思うんですけど。ありがとうございます。テラ、の社名なんですけど、3つの言葉で構成されておりまして、まず1つが、テラバイト、1兆10兆100兆の兆ですね。で2つ目が、TERRA で、地球、そしてグローバル大地、あとは、3つ目が、テル、話す伝える、この3つから、作ってるんですけども、ちょっとこじつけもあるんですけれども60兆個の細胞を科学するっていうところと、グローバルに発信展開していくっていう意味も込めて、このテラという名前を付けました。これ矢崎さんが作った会社？私が作った会社です。でも外科の先生でね、僕も自分でやってましたけど、内科にとっては比較的ね、薬を作るっていうのが近いんで、どっちかというと外科の先生は手術の世界でしょ。そうですね。そこからこういうね、ベンチャーを作ってこう、薬品をやっていこうというのはね、珍しいような気もするんですよね。そうですね。父親も医者だったんですけれども、あまり、悩まず、もう私もなるもんだっていうふうに、進んでたんですが、やはりその、外科医になって、一人の患者さんを治すっていうのは非常に満足感だとか充実はあったんですけれども、それもっと多くの患者さんを、新しい治療で何とかできないかなって思うきっかけがあってですね、そこでベンチャー企業、研究の世界に入ろうというふうに決心をしました。もともと大学でそういう研究されたんですか？私はですね、どちらかといえば大学時代は結構遊んでましたけれども。いや、なんとなく見た雰囲気はそんな感じですけどね。同じ香りがするなと思って。ありがとうございます。はい。やっぱりなんか新しいことをやりたいっていう漠然な思いがあったのと、やっぱり研究には興味がありましたね。はい。
で、その大学の時に研究してた技術を持って、はい、今回テラという会社を作ったという感じなんですか。あのですね、臨床は大体4年ぐらいやった後に、うんうん、創薬系のバイオベンチャーに入りました、うん、でそこに2年ビジネスの経験をして、会社の名前聞いても大丈夫、はい、ヒュービットジェノミクス、あ、はい、ヒュービットさんに行ったんだ、はいはい、一円さんのところ、はい、そこにで2年ぐらいビジネス経験をして、うん、で医科学研究所に入って、でそこで今の治療方法に出会った、まあ、4年2年2年っていうような経験をしてベンチャー化したっていう感じですね、はい、その最初のベンチャーに入ったところが不思議なんですけどね何を思ったのかなと思ってこれがまた面白い話というか、うんうん、まあ、単純な話なんですけれども、うん、とにかくその起業をして何かをやりたいって言った時にですね、なんていうのかな、週刊エコノミストっていう雑誌が2000年ぐらいに、それは週刊なんで毎年毎週出てるんですが、本屋さんで読んでたらバイオ特集だったんですね。そこでいろんなバイオ企業が出てたんですけれども、記事の中でできたばかりのバイオベンチャーがあるっていう、うん、一行書いてあって、そこに、ヒュービットジェノミクスって書いてあったんです、うんうんうん、できたばかりのところに入ってみたいと思ってすぐそこに電話して入らせてもらえないかっていう話で、ヒュービットに入ったっていう、そんなようなことがありましたね。血液型何型、はい、大型です。なんで、いやちょっとおっちょこちょいかなと思ってそのおっちょこちょいなんですよ本当に、ね、雑誌やんの見て、はいはいはい、ね、そこに入るっていうのはね、はい、医者としては珍しいですよね、はい、ただやっぱり他のところ見ててあんまりピンとこなかったんですよね。でやっぱり立ち上がったばかりで、うんうん、まあ、いろんな技術がまあ、その時はどちらかといえば、うん、やっぱり2000年だからゲノム時代なんですよね。ゲノム時代なんですよ。そうそう、ゲノムが解析された頃だからね。そうなんですよ。スニップ解析に非常に興味があって、うん、創薬っていう夢もあって、うんうんうん、できたばかりだ、うん、で私も入っていろいろと自由にやらせてもらうっていう勝手な思い込みで、うんうんうん、はい、入りました、感想は、はい、中での感想です言いづらい、言いづらくはないんですけど、いや本当に自由にやらせてもらいまして、うん、普通であれば研究の部門に、うんうん、特化してくれって、うんうん、最初は言われたんですけれども、うん、まあ、私はちょっと事業に興味があるんだっていう話をして、まあ、研究の企画のところから事業企画、うんうん、あとは、経営戦略みたいなところっていうのを、うんうん、やらせていただいたんですね。そこは非常に貴重な経験をさせてもらいましたね、うんうん、やっぱり生きてます、寺に生きてます、生きてます。あれがなかったらなかなか難しかったと思いますね、はい。ちょっと締める前に1個質問なんですけど、はい、ちょっと話戻っちゃうんですけど、がんってステージいろいろあるじゃないですか、はい、で結構もう難しくなった方でもできるですか。そうですね、はい、今、はい、ほとんどの、治療されてる患者さんは、はい、進行末期がんなんですね、はい、でそういったハードルが高い、患者さんに対して、うん、治療をして、うん、そのデータ解析を、行っているといった状況です、うん、なるほど。それでも、はい、このステージでこういったタイプであれば、うん、こういった結果が出る、いい結果が出てくるっていうのも、うん、どんどん出てきてますので、うん、これからも、うん、論文を出していくんですが、うん、非常に期待ができるのかなと思います、ね、そうそう、いやでもね、がんは本当ね、いろんな方法でね、やらないとなかなかな、そうですね、うん、立ち向かうの難しいんでね、うん、ぜひ矢崎さん頑張ってもらって、よろしくお願いします。ありがとうございます。ご興味がある方はね、ぜひね、テラのホームページを見てもらって、お近くの医療機関とか、はい、またどういう技術かはね、ホームページも書いてますよね、はい、ね、見ていただきたいと思います。もう、ね、はい、ちょっといろいろ協力したいと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。